はい、こんにちは。.com.com です。片腕剣士の消防犬パート3です。じゃあもう2人ともレベルマックスになったんで、どんどん行きたいと思います。まずこっち行くか。クリスタルがあったけど、今ここで、ジャクラは時々 S クリスタルを落とすわ。逃げずにしてみましょう。なんか一回落としてた気がするけどね。そんな突っ込みしても何もないですけどね。落とすかどうか分かんないわけだし。フラグか今のは絶対フラグだろう。その最初のレミの発言って絶対フラグだろう。なんだろう、なんか妙に親切な気がするこのゲーム。順路ってどっち？ライフフェザー、ちょっと待って、どっちか。明日から行ってみるか。いやでも今のはフラグだとは思わなかったな。今普通にサクサク進めてきましての、おお、そういうのまだ階層ってあったっけ？第二階層ってかあった気がする。もう超サクサクいきますけど、グラビティ L、グラビティシリーズだ。何する？普通の剣とは違うの？ああ、もう全然。グラビティシリーズっていうのは重力を利用する剣の総称なんだ。これは、初心者向けの L だな。よかったじゃない。うん、これは大きな収穫だ。ああ、そうか。じゃあ、つけるしかないね。ん？あ、5上がるの。ふむふむ。岩など硬いものを切ることを前提に作られた剣。まあいいや。こうか。あれ？あ、終わりか、ここで。行き止まりみたいね。嘘。ここまで来て？仕方ないが帰りましょう。ある程度モンスターも倒したし、サキさんも怒らないと思う。まあでもアイテムいっぱいあるから取っちゃいますよ。てか、一応このエンジェルリング。一応この後何が起こるかっていうか、どういう風になるのかっていう抽象的なことしかわかんないですけど、一応それは知ってるんで。装備どうしようかな。リストバンドつけたの落ちちゃうから、バンダナ、レミが、どうしよう。花の髪飾り、お前ちょっと後で考えるか。そうか、敵の種類全然間違えた。今間違えてイノシエルなんじゃった。そうか、敵の種類が少ないけど、やはりウェブ版ならではなんでしょうね。多分完全版になったらもう少し種類は増えるはず。もう開始の位置。おお、強い。さすが攻撃系ラグナーだね。エンジェルスーツ。あー、これか。どうしようかな。エンジェルスーツか。エンジェルスーツ。魔法に対して耐性がある。どっちにつけるべきかな、これって。難しいな、これ。デミだと、精神力俊敏性が落ちる。代わりに防御力が上がる。でも、ラグナだったら、
攻撃は下がるけど防御力は上がる。これは難しいな。どうしよっかな。どっちが妥当かな。そうか、装備品ってないんだね。難しいな。あ、違う、こっちか。いや、ラグナにしちゃおう。もう。じゃあ、戻りましょう。てか、入るかな？今、もうすぐ6分になっちゃうんですけど、イノシシ単体か。ちょっとなんかフラグか？またフラグだろこれ。あ、フラグじゃないんだ。わかんないもんだな。ちょっと一旦ここでセーブしましょう。この後のことを備えて終わるかな。よくわかんないや。お前たちか我の我の復讐を邪魔する者どもは、そんな、ほう、お前たちはあの時の、なんでこんなところに我の片目を奪ったやつを殺してやるのさ。まさか。そうだ、あの時お前たちと一緒にいたやつだ。しかし先にお前たちを殺すのも悪くない。な、お前たちが我に殺されたと知ったらやつの方から我の前に現れるかもしれない。すいませんね、発音てかイントネーションおかしくて。生贄になってもらおうとするか。そんな、それに我の可愛い子分どもも随分お前たちにやられたようだしな。じゃあモンスター急増の原因はあなたなのね。そうだ、すべては我が片目の敵討ちのため。大量のモンスター軍団で奴を追い詰めてやるわ。さあ、そうそう、おしゃべりはやめにして。うわぁ、ラグナ、怖くない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 、こいつめ、うわぁってなんか、ちょっと待って、今最初魔紋で減るって書いてあるけど、なんか変わったよね今。まあいいや。我を傷つけるなどとは灰になるがよい。あ、ちゃんと回復してるっていうか、そのうちが回復させたからですね。ていうか、実質これラストだからもう普通に行きますか。じゃあまずグランドバリアルでしょ。おぉ、強え。ちょっと待って。いや、でも強いな。さすが、これ。入るかな、本当に時間。今、8分半だよね。8分半って嘘かもしれない。もうちょっと伸びてるかもしれない。ちょっと待って。でも2って軟弱だな。まあいいや。ラグナの体セリフ飛ばした。恐怖か、めんどくせえな。終わるかな、本当に終わるかどうかが心配なんだけど。むしろ今終わるかどうかの心配してるんですけど、ああ、気づいたら10分になっちゃった。おーおーおーおお。
ずいな。こうでしょ。おお、危なかった。クリスタルやるでもいいんだけど、30個もあるしね。じゃあちょっと一旦ここで切りますか。はい、ではご視聴ありがとうございました。